14型フリゲートはイギリス海軍のフリゲートの艦級、ブラックウッドをネームシップとしてブラックウッド級とも称される。並行して計画が進められていた12型を保管する連価で量産向きの二等艦として1951年1952年度で12隻が建造された。また1954年にはインド海軍も3隻を発注した。イギリス海軍は 大西洋の戦いで莫大な出血を強いられたものの、1945年までに、浮上内しろ板だきした潜水艦は、もはや重大な脅威ではなくなっていた。しかし1943年頃より、ドイツ海軍が新世代の水中高速船の建造を進めているという情報がもたらされ始めていた。U-BOT-21 ーー型は、 先行状態で15から18ノットという高速を発揮でき、バルター機関搭載艦であれば26ノットの発揮すら可能であった。これに対し、対戦中のイギリスで最も成功した護衛艦と評されるブラックスワン級スループですら最大速力20ノット弱であり、このような水中高速1に対しては対処困難と考えられた。このことから、 1943年中盤より、新型フリゲートの検討が開始されており、これは後に12型として結実することになる。一方、1940年代後半にかけて、ベルリン封鎖などを通じて、冷戦構造が顕在化しつつあり、ソ連に対する備えの必要性が叫ばれていたが、ソ連海軍はズールー型やウィスキー型など、U-BOT-21 型に反を取った。 水中高速船の配備を進めていたことから、新型対戦艦には高い優先度が与えられた。しかし1949年の時点で、有事にはフリゲート182隻という膨大な戦力が必要になると見積もられていた一方、この新しい高速フリゲートは、大出力上気タービン主機の開発が遅延した上に、かなりの高コスト艦になることが予期されており、 すべてをこの艦で充足することは困難であった。このことから、まず1947年により、戦時急増型駆逐艦をもとに、高速対戦フリゲートに回収する15型、16型の計画が着手された。続いて1949年、小型、廉価な二等艦によって保管する計画が着手された。外力設計は1949年10月26日に、 認可され、若干の手直しを経て、1951年5月、建造計画は海軍本部委員会に提出された。これによって建造されたのが本型である。X スマス、指揮官艦装合の1972年に、撮影戦型は、選手楼型を採用した。両波成功場のため、艦首部にはブルワークが付され、また、全部戦隊は、痩せ型となっている。 このような設計により、後にはアイスランド近海での活動を想定した船体強化が必要となったものの、対抗性は高く評価され、水産保護船体で好評を博することとなった。環境構造物は15型と同様の低い閉鎖式の設計になる予定だったが、実際には選手楼上の全幅に及ぶ看板室とその上に乗せられた小さな環境となった。 また戦闘式書は環境直下に設けられた。手記としては12型で採用された Y100 型ギアードタービン機関を片軸分搭載し、一軸推進艦とされた。推進機も12型と同様の体型、低回転数プロペラを採用している。ボイラーはバブコックウィルコックス社製水艦ボイラー、蒸気製浄は圧力 550LBF イン2、 温度下し850度であった。なお、本来なら Y100 型機関1セットでは、ボイラーも一缶となるはずだが、これでは上調性が不足であるとみなされたことから、二缶の搭載となった。その後、1966年から1968年にかけて X マスは、試験的に、手機をガスタービンエンジンに換装し、これにより同缶は、 イギリス海軍初の全ガスタービン推進戦闘艦となった。この際には巡航用のブリストルプロテュース 10M2 機と高速航行用のブリストルオリンパス TM11 機のカガーグ構成が採用された。ただし高速航行に適合した戦隊設計になっていなかったため最大速力は28ノット止まりであった。対戦兵器は12型に準じた構成が予定されて、 おり、対戦迫撃砲は、同型と同じリンボーマーク12機、また長射程のマーク20、ビダー対戦誘導魚雷のための魚雷発射艦も、同型より、多少を演じたものの旋回式の連装発射艦2機を、搭載予定であった。しかし1953年に、ビダーの開発は頓挫したことから、魚雷発射艦の搭載は、ブラックウッド、エクスマス、マルコム、 ハリサーのみとなり、これらも1960年代初頭に撤去された。ソナーも12型と同構成で中距離捜索用として174型、海底捜索用として162型、攻撃用として162型が搭載された。一方、方向兵器は極めて簡素なものとなった。当時、イギリス海軍は盲目射撃可能な中口径艦砲は一等艦にこそ、 ふさわしいものとみなしており、二等艦たる本級には搭載されなかった。近距離用の対空兵器としては、56口径 40mm 連装機銃マーク5と STD 機銃用法違反が予定されていたが、後にはこれすら削減され、56口径 40mm 単装機銃マーク9の未産機の搭載となった。このように水速装備、 対戦兵器は充実していた一方で他の装備が簡素なものであったため本級の乗員たちは対戦戦の訓練に注力することができ対戦戦演習では大型で強力なフリゲートよりも高成績を叩き出すのが常であった一方で艦型が小さいために新装備の追加搭載が難しく拡張性に乏しいという問題もあった朝鮮戦争直後 第三次世界大戦の危険が急迫していると判断されたことから、本級は第三次世界大戦系コルベットと称されて、建造が急がれた。しかし実際には第3次世界大戦の危険は遠のいたため、1954年1955年度計画で予定されていた建造文は削除された。1950年代後半に海軍戦略が転換され、 来たるべき第三次世界大戦での戦団護衛よりも第三世界での限定戦争が重視されるようになると本級のような大戦戦誕生感は適さないものとみなされるようになった。しかし一方で上記のように対抗性に優れ小型で小回りが効くため皮肉にもたら戦争では重宝されることとなった。 イギリス海軍では1970年より21型フリゲートによって更新されて退役を開始し1985年までに運用を終了した。インド海軍においても1978年までに沿岸警備隊に移管されて退役した。なお、インド海軍の運用していた3隻のうち、ククリは第三次インパ戦争の1971年12月8日、 パキスタン海軍のダフネ級潜水艦ハンゴルによって撃沈されており、1945年以降、世界初の戦没艦となった。ウィキメディアコモンズには14型フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。